ませてくれ。私が出る。パワーユニットが大きくなってる。破
壊力が上昇。それだけじゃないな。外殻が新しい特殊合金だ。頑丈になったって倒れるまでぶん殴るだけだ。狙われてるな。私は諦めない。勝機を逃すな。11番機引くわけにはいかないぞ。標的確認。油断するな。機体の状態は迷っている暇はない。よし、いつもの喧嘩と同じだ。
よし、勇気も落ち着け。俺ならやれる。出番だ。希望はあるはずよ。よく考えて、23万機絶対負けないわ。当てた。敵を破壊。俺なら痛い目見るぞ。どうだ。希望はあるはずよ。必ず勝つの。23万機移動します。引くわけにはどうするよ。消費を逃す。敵 A 消滅確認。Thank you.
私だって相手を思いっきりぶん殴れる騎兵の方が良かった。第4世代は他と違い、先進装備のプラズマ兵器やインターセプターが使える。その上、22世紀初頭にはないシールドと高出力レーザー兵器を装備している。ローターはドリルフライから、シールドもアプソスの技術。つまり第4世代はオキノがダイモスの技術をフィードバックして設計したものだ。そうなのか。そんなかっこいいものじゃない。ほとんど仕組みを理解せずにコピーしただけさ。もともと騎兵はダイモスの兄弟みたいなものなんだ。なんとかなるわよね。力を貸して。次の一手は手数を増やす。訓練と頼むからうまく動いてくれよ。片付けちまいや。頑張れ私。気合いよ。どう出る。私は何すればいい。いっちょやる。まずは頑張れ私。12番機私は何すればいい。移動するぞ。人生ってのはままならんな。12番機人生ってのはままならんな。どうしよう。なんとかしなきゃ。大丈夫、きっと大丈夫。消えて。当たった。どんな問題。まだ操縦になれねえな。手出しさせないよ。ありがとう。ありがたい。訓練通りというわけにはいかんな。
当たったか。じゃあどうする。くたばっちまいだ。決まったか。ピンチはチャンス。俺が気に入らねえような。決
よし、私の勝ちだ。まずは人生ってのはままならんな。12番機移動するぞ。力を貸して、なんとかしなきゃ。さあどうする。訓練通り、しっかりしないと。やったろうじゃねえか。頼むから、うま、21番と動く。人生ってのはままならんな。どう出る。まだ操縦になれねえな。私は何すればいい。やるわよ。うまく。敵へ消滅確認。ターミナル封鎖完了。周囲2km、完全防衛圏。戦闘情報処理終了。今さらだがよ、関ヶ原なら知ってそうだ。ターミナルっつうのから中枢に攻撃されるんだよな。じゃあ弱点みたいなもんだろ。なんでターミナルだらけなんだよ。話しただろ、中枢がこの街をコントロールするための端末なんだ。神経のように貼られたその端末から D はアクセスする。それで円盤が私たちを滅ぼすの？知らねえのか？私ら生まれた時から囚われてんだよ、この街に。助かったのよね。